どうもこんにちは、ともです。今日は宇津由美子さんという写真家の方、こちらを紹介したいんですね。東京都写真美術館で開催中の企画展、見る前に飛べ日本の新進作家ボリューム20、この中に由美子さんも含まれていて、今月21日までということで紹介していきます。由美子さんはですね、生き物を題材にスティルライフ、そういったものを撮り続けてきた写真家です。生きているもの、死んだもの、あるいは動物を模したおもちゃ、そういったものである種箱庭のようなものを形成して写真に撮る、その世界観が独特ということで、それこそ世界中から展示のオファーが来る、そういった方です。とにかくカラフル、極彩色の世界、一度見たら忘れられなくなる、そういった写真群です。でね、今回はちょっと展示の様子、それほどお見せしません。というのもですね、由美子さんのね、展示は会場で直に見てもらいたいという希望があるので、今回は特別にご本人から作品の提供をですね、いただいたんですね。ということで、それらをスライド形式で投影させながら皆さんに楽しんでいただければというふうに思います。宇津由美子さん、作品のご提供ありがとうございました。ということで、宇津由美子の写真に見る、学べるポイントですね。ただ楽しむだけじゃなくて、作家ね、写真をやってる人たち参考になるよっていうことを今日はお話ししたいんですけれども、それはね、写真表現で見るシュルレアリスム、超現実の視点です。これについてはね、ちょっと言葉の交通整理が必要かなというふうに思うので、まずはそこから。僕らはですね、日常的にシュールっていう言葉をね、使います。でもね、シュルレアリスムの第一人者、岩谷邦夫さん曰く、本来はシュルレアルで一つの単語であるとね、シュールで切っちゃいけないんだということですね。日本の辞書ではシュールっていう言葉、写実的な表現を否定するというふうに書かれているそうなんですけども、それは誤った解釈であると。なぜなら、具体的にダリとかマグリット、そういった人たちの絵の中で、パンはパンとして、リンゴはリンゴとして、そのままに描かれてますよね。だからシュルレアリスムの絵を見てね、あの非日常、もうこれは現実じゃないように思いがちなんですけれども、よくよく細部を見ると、ちゃんと現実のものとして、そういったオブジェはね、描かれているわけですね。でそのシュールという言葉ね、これはシュールではなくてシュルレアルなんだよとね、シュルなレアル、シュルな現実というですね、言葉をまず理解する必要がある。ではシュルとは何か、これを超というふうにね、訳すから、どこかね、超えるとか超越する、そういった解釈になってしまいがちなんだけれどもね、滝口修造っていう方はね、これを超スピードの超に近いのではというふうに指摘した。超スピードの超っていうのはスピードをなくすことではないですよね。むしろスピードが過剰に出ている、そういった状態を指すとね。言ってみたら超かわいいの超ですよね。めちゃくちゃかわいいのめちゃくちゃですね。はい。だからシュルレアルっていうのは超濃厚な現実というふうに理解する必要があるというふうにね、岩谷邦夫さんは指摘しています。それというのはファンタジーの世界を指すんではなくて、あくまでも超濃厚な現実、つまり現実と地続き、そういった表現であるということですね。そこまで理解した上で、由美子さんの写真を見るとどうでしょうか。大枠としてはファンタジーの世界に見えなくもないんですけれども、使われているモチーフは現実のままですよね。でも背景の鮮やかさも相まって超濃厚な現実に見える。でもこれらは僕らの現実にあくまでも地続きで、だから面白い。言ってみたらね、由美子さんの写真っていうのは物撮りですよね。ライティングを組んで、その光で物体を照らして撮る、そういったスタイル。おのずとね、シズル感みたいなものも特徴として見られるわけですけども、ここはやっぱりね、超濃厚な世界ですからね、シズル感すら濃厚すぎて生々しい。それこそ写真によっては生臭さすらもね、視覚から感じられるね。シズル感に超がつくと生臭くなるんだなってこともね、由美子さんの写真の特徴として挙げられるんじゃないかというふうに思います。それからね、自動記述ですね。シュルレアリスムっていうのは、もともとアンドレ・ブルトンという人が文章で試みた、そういった体験だったんですね。
核とは何かというのを根本的に問う体験としてのオートマティスム、自分の考えがですね追いつかないほどの速さでね文章を書いたらどんなものが書けるのかね、だから日本語では自動記述と言います。岩屋さん曰くね、これをやっていくと次第に私とか彼とか彼女、そういった主語が消えて、フランス語のオン、英語で言うところのぜひですね、そういった不特定多数の人々を指す言葉が目立つようになってくるそうです。つまりですね、自分以外の誰かが現れる、そういった表現でもあるということです。リムコさんの作品のね数々を見ていくと、僕らはやっぱ次第に疑問を持ち始める。一枚一枚は言ってみたら事物の単純な重ねなんですけれども、その枚数が尋常ではないと。それだけにね、由美子さんを突き動かすものは何なのか、その正体が気になってくるわけですよ。で、実際にね、由美子さんの制作背景を知っていくと、ある一人の存在が浮かび上がってくるんですけれども、それについてはこの動画の最後でもう一度触れることにします。はい、シュルレースミの視点もう一つあります。それはオブジェの視点。岩屋さん曰く、自動記述っていうのを突き詰めていくと、自分という存在が消えるだけじゃなくて、時間軸もあやふやになっていく。過去現在未来でもない、物と物、概念と概念が脈絡なく平地されている状態、無秩序なオブジェの世界、そういったものが現れてくるんだとね。で、このオブジェっていうのはオブジェクトです。つまり物であり、客体の世界、客観的な世界なんだと、ね、つまりシュルレアリスムっていうのは、主観的なものというふうにね感じられがちなんだけど、実は客観的な表現であるということもね一つ大事な点です、ね、だからシュルレアリスムではオブジェっていうものが盛んに意識されたんですね。ここで再び由美子さんの写真に振り返りましょう。私にはこう見えたという視点で解釈したら、主観的にも見えなくはないんですけれども、物の形に注目して構築されているという点では極めて客観的と言えるんじゃないか。オブジェクティブな視点、スナップショットにおける対象のものか、それにね近いような視点じゃないかというふうに思うんです。本来のそれぞれが持つ言語的な役割を一旦切り離す、そうした上で物の形で再構成している。まあ言ってみたらコラージュ作業に近いものと言えるかもしれません。そういう意味でもね、やはりシュルレアリスムの正当な現代版として宇津由美子の作品っていうのは挙げられるんじゃないか、うん、でこういう作業っていうのはおそらく子供が得意だと思うんですね。まだ社会的な記号を身につける前のより動物的な視点から物事を見る、由美子さんはそれを大人になってからもずっとやってきてね、四半世紀続けてきて今があるわけですね。でね、今回の展示すごくいいなと思ったのは、由美子さんの娘さん2人がね参加してるっていうことが確かめられたことでした。言ってみたらこれまでは由美子さん1人の孤独な作業だった、こうした制作を娘さん2人が自然と手伝うようになっていったそうなんですね。それこそね、手伝うだけじゃなくて被写体としても登場し始めた、うん、それがやっぱ展示でもね確かめられた、本でも確かめられたんですけども、この発展はね由美子さんの今後に大きな影響を与えるんじゃないかなということを僕は思いました。彼女も子供たちから子供の視点というのを得て作品に反映していくと思いましたし、そういうふうな変化っていうのも由美子さんがずっとね四半世紀写真を続けてきたね、そのことによって生まれた一つの副産物でもあるわけですから、子供たちが加わることで紡がれるものね、これからのねその出てくるものに期待したいというふうに思います。そんな由美子さんはですね、お父さんが実は大の生き物好きだったそうなんです。小動物や昆虫をいろいろ飼ったり、釣りが大好きだったり、ガーデニングという感じでね、とにかく自然と生き物に囲まれた、そういった生活を幼少期から送ってきた。そういった経緯がですね、最近出された作品集ブンダーカマー、この後書きの中で書かれているんですけども、まさにねそのお父さんが亡くなられた、そういったことがですねその書き出しで触れられていました。でね、どうしてお父さんの死をねまずその文章の中で触れたのかなっていうことを僕やっぱ気になったんですね。
由美子さんの作品というのは家族をテーマにしたものではないですし、その後書きではこのお父さんの死ね、それがどう作品に関係しているのかってことについても触れられてはいなかった。でも書き出しがお父さんが亡くなったことっていうところから始まっていたんですね。これには何か意味があるんじゃないかなっていうことを勝手ながら思いました。で、今回の本とか展示ね、シャビデの展示っていうのを見ることができて、それでね、僕が感じたこと、これはね、もがりなのかなっていうことを思ったんです。さっきね、オートマティスムで話したように、シュルレアリスムというのは自分ではない誰かが現れる、そういった作業だというふうに言いました。由美子さんの場合、そのゼイの一人がですね、他でもないお父さんだったんじゃないかなっていうことを勝手ながら感じたんですよ。やっぱね、人がどうしようもなく突き起こされるとき、そこに何か自分を超えた何かを感じるじゃないですかね。僕もそういうことはたまにありますけども、それってやっぱり両親だったり、とうに亡くなったおじいちゃんだったりするなってことをね、自覚するんですよ。由美子さんのこの作品っていうのは、彼女だけで完結するものではなくて、その始まりにきっとお父さんがいたんじゃないかなっていうことをですね、思いました。お父さんが亡くなったのは本を作っている最中ということでしたから、その死を意識しての本作りや展示作りってことではなかったとは思うんです。でも結果的にお父さんを見送るためのもがりになったんじゃないか。それこそ展示の中では、生命が朽ち果てていく過程を順々に見せる、そういった作品もあります。これはね、もうまさにもがりという古い葬儀の形そのものだなということを思います。昔の人というのは、大切な人が亡くなったらその遺体をすぐに燃やしてしまうんではなくて、そのままですね、何日も放置してね、次第に朽ち果てていく過程っていうのを眺めたそうなんですね。その過程を経ることでその死を受け止めたんだと。だからやっぱ写真にはそういった役割がどうしたって芽生えるんじゃないかなっていうことも感じさせられました。晴れと毛でいう晴れですね。一般的に晴れの日というと、まあおめでたい日のことを指すわけなんですけれども、葬儀だって本来は晴れの日なんですよ。日常とは少し違う日っていう意味でね。で、その時に使われてきたのは写真機ですよね。遺影という形でその存在が残されるんですよ。そう考えると、写真っていうのはどっかパラドックスな装置だなってことを思うわけです。写真に写った人がまだ元気だった頃の姿を見て、そこに僕らがね、何か特別な感情を抱いたとしたら、それはもうその人がもうこの世を去った後だったりするわけじゃないですか。その姿が元気に写れば写るほど、その人を失ったということをですね、大きなものとして鑑賞者に実感させるわけですよ。だ、その点で言うと、遺影というのは言ってみたら現代版のもがりというふうにも言えるかもしれません。そういったね、役割をまざまざと教えてくれるのが宇津由美子さんの写真だなってことを思います。由美子さんの写真も時に亡骸、動物の亡骸を用いながらも、とにかく明るい晴れの日じゃないですか。そのことが逆説的に命の儚さっていうものを感じさせてくれる、とってもね、写真らしいんですよね。晴れの日っていうのもどこかシュルレアリスム的な側面がありますしね。なお、由美子さんのお父さんのことは結果的にそのタイミングで重なったに過ぎないかもしれないんだけれども、由美子さんが文章の冒頭でそのことについて触れられていた、その点に注目することで、今回写真の大事なことについて勝手ながら考えることができました。ということでね、東京都写真美術館で開催中、見る前に飛べ新進作家ボリューム20、今月21日までの開催です。ぜひその目でね、確かめてきてください。展示っていうのはね、マジで直に見ないと感じられないことありますからね。SNS で見た気になりがちなんですけども、ぜひですね、実物を目撃してきてください。同時刊行の作品集ブンダーカマーもおすすめです。この動画の概要欄に由美子さん直販のサイトを貼っておきました。そちらからお買い求めください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。それではまた。